例えばうちなんかだと、あの電子楽器とか、コルグとかね、ああいう、うん、あれ、ああいうものをやったことはなかったんだけど、ああいう面白いものが出てきて、どんどん紹介してるうちに、それが、いや、そういうの見たしか入らないから、だったってことは好きじゃないですね。今のは、テッドさんブログもやってるじゃないですか。うんうん、でも YouTube の方のコメント欄すごいじゃないですか。うん、で最初さ、すげえ初期のやつを見ると、ただ単に焼肉焼いてるとかあるわけ。何も言わずに？そう、番組の形になってなくて、ジューなんかすごい、あのエグザイルみたいな格好してる時ありますよね。何それ？もうだと思うね。このエグザさんでね。あ、これかけて。そう。